助け。ピー、ピー、ここがお前の世界なんだよ。ここで、ここで幸せに暮らすんだよ。じゃあ元気でな。じゃあ鼻で食え。ママの学生だぞ。ちょっと待ってよ。うるせえ。うまいぞ。僕はちゃんと恐竜を一匹育てたんだ。まだ嘘ついてる。ひきょう者め。あいつらひどいんだよ。やることがむちゃくちゃなんだもの。でもそれはのび太さんの方が男らしくないと思うわ。え、弾みで嘘ついちゃうことって誰にもあるけど、あっさり謝っちゃえば笑い話で済むことじゃない。静香ちゃんまであんまりだ。僕のピースケを見せてやる。見ない方がいいよ。見たらまた会いたくなるよ。見るのは僕じゃない、みんなさ。映った。すげえ。どう、すごいだろ僕のピースケ。もうすげえけど、どれなんだ、このいじめられてるやつ。ピースケ、ピースケ、いじめられてる。おかしいな、これってエラスモサウルスじゃん。北アメリカにいた首長竜。北アメリカ。ピースケは日本産の双葉鈴木竜だよ。でもアメリカの首長竜がどうして日本にいるの。変じゃん。いや、そうじゃない、やっぱり。やっぱりってどういうこと。僕らがピースケを白亜紀のアメリカへ送っちゃったんだ。え、どうして。ひょっとしたらタイムマシンが。ピースケ、今すぐ行こう。